んだこりゃ、想像とちげえ。金銀財宝の山でも想像してたのか。あそこにあるじゃん。あれだけかよ。お宝はあの中ね。よっしゃ、いただこうぜ。気をつけろ。お宝。何かいるな。このタイミング、嫌な予感しかねえ。飛び上がって手が届かねえ。仕方ない、銃とスキルで仕留めるぞ。ペルソナ、私の怒りを思い知れ。ペルソナ、これだろ。ペルソナ、これで。飛んだ？何する気だ？あいつまさか落下攻撃する気か？やつめ、いつ仕掛けてくる？いつ仕掛けてくるか全然。なんだよ、わかんねえ。モナ、しっかり教えてくれよ。仕方ねえだろ、我が輩にもできないことはある。これが私の心、こんな風になってたなんて。これ思い出したか。これは
衣装。お母さんが死んだすぐ後、黒い服の大人に読み上げられた時。そうだ、次を見ろ。これお母さんが私の目の前で車に飛び込んだ時。そうだ、次を見ろ。いや、逃げるな。怪盗団と話して決心したんじゃなかったのか。見る、わがまま言ってる私。お母さんに迷惑かけて怒られた。そうだ、やっぱり私がお母さんを殺した。私が悪い子だったからお母さんを悩ませて嫌われた。全部私の覚えてる通り。本当にそうか。え？よく思い出せ。目をそらすな。これはいつの出来事だ。お母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメって怒られた。他にはそれだけだったか。お母さん言ってた、今は忙しいからダメ、認知研究を早く完成させなきゃいけない。お前はどうした。ただこねた。私より研究が大事なんだって。そしたら怒られた。その後何と言われた。言われたはずだ。お母さんこう言った。もうすぐ研究は終わる。終わったら双葉の好きなところに連れて行くわ。双葉ずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから分かって。命をかけて研究を完成させなければいけないの。お前は嫌われていたのか。違う。何？笑った。頭が入る。どれが本当？お前の記憶は。呼んでる。んだあいつ、全然歯が立たねえぞ。え、双葉？まさか入ってきたの？うん。本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。あれは。お前が殺したんだ。黙ってないで。何か言え！あなたのせい！私のせいで、私のせいでお母さんが。そうだ、お前が私を殺した。まさかあの化け物、母親か。欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしいという願いと気味悪い罵声が入り混じっている。私の邪魔をする鬼ごめん、お前さえいなければ。時間を削られることなく成果を発表できたのに。私が心血注いだ正義の発見を。世紀の発見？認知科学か？死ぬのよ、お前は嫌われ者。生きてる意味なんてない。誰にも必要とされてない。誰も私のことなんて。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。
お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。おい、このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと思い込んで、己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまったということ。双葉ちゃん、しっかり見て。あんな化け物がお母さんなわけないでしょ。あれはあんたが作り出した幻。だって虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ。母親一人で頑張って育ててたって。誤った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。誤った記憶。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。頑張って研究していたのにね。君のせいでおかしくなっちゃったんだ。お母さん、私はシャドウか。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った。衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。何が書いてあった？私への恨み。お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の親戚の前で。よく考えろ。あの遺書は本物か。本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか。ない。私がわがまま言った時は怒られたけど優しかった。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し死をなすりつけ、幼い心を傷つけ踏みにじった。行かれ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい。なんで私こんなこと言われなきゃならなかったの。双葉ちゃん。お前を否定する者は幻影。心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた。知っていながら怯えてきた。そう、知ってた。でも私、お前のせいで私は言われた通り。お前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の魂か。お前のせいだ。全部。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対、絶対に許すもんか。何あれ。
いかなる謎の幻も、もはやお前を惑わせない。ウタバ大丈夫？こりゃお願い、手伝って。あいつやっつける。うん。私の心の世界だ。自分の心の歪みの一部くらいハックできる。させるか。クソガキどもが。今度は私たちのターンだ。行くぞ。フィールドに最終兵器を召喚。バリスタが。これで撃ち落とせ。そっからボコボコにするぞ。なるほどな、やってやるぜ。バリスタを撃ちましょう。私が撃つのね。私が撃っていいよね。俺が撃っていいよな。私、うん、バリスタから走れ。そんな、いて欲しいと願っても絶対叶わない。だから私はお母さんのいない世界でも生きてく。そんで目いっぱい幸せになるんだ。子供が生きていくためには私という絶対的な母親が必要なのだ。わかるか。私が偽物。お母さんは大切だ。今でもずっと大好きだ。でもそれはお前じゃない。それに全部他人に決めてもらうばっかの人生なんて私はごめんだぞ。親に逆らう悪い子は潰れてしまう。そうはさせない。これでどうだ。向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。違うな。そい。うわ。どうした？ペルソナ。これでどう？
お前は私の親じゃない。お前は私の弱さが生んだ化け物。みんなどんどんやっちまえ。私がいるから辛くても頑張れるって。重荷になってるんじゃないかって勝手に怯えて遠ざけてたのは私の方だ。どう我が子と、お前は私から逃れることはできない。一生罪の意識にさえなまれ苦しみ続けるんだ。利用しても無駄だ。違う。何を言おうと双葉、お前は引きこもり、普通に生きることすらできない仲間じゃな。仲間じゃないお前はここにいた方が幸せだろうが。未来に。ああ、間違えてつまずいてもよかったんだ。そのために立ち上がってやり直せるから。今この時だってそのことをみんなが教えてくれた。親に逆らう悪い子は潰れてしまえ。そうはさせない。これでどうだ。ペルソナ、エクストラ。
スを感じる。